18切符、今日から2回目でお願いします。はい、ありがとうございます。本日は新大阪駅に来ています。これからこの新大阪から岡山までね、ちょっと移動していこうと思ってます。はい、まあなんでかというと新井岳のうららにね乗れたんですよ。もう今話題の列車なんですけども、でまあこの新大阪から岡山まで、まあ、移動するとなれば山陽新幹線乗る人が結構多いと思うんですよ。この新大阪駅は東海道新幹線、山陽新幹線の発着駅になってるんですけど、この新大阪が岡山へ、瑞穂やったら大体約50分ぐらいで岡山まで行けるんですよね。まあでも距離的には普通列車の移動でも全然いいかなと。で今はシーズン的には18切符シーズンってことなんで、これなんですけどね、はい、18切符2回目のハンコもらいまして、青春18切符はもうどういう切符かって何回も説明してるんですけど、12,050円で在来線の普通列車が5日間5回分乗り放題になる切符なんですよね。もう毎度おなじみのね、もう鉄道好きな誰もが知ってる切符です。今回はね、これで移動していきます。まあ、この間の新大阪岡山で移動するだけの動画なんですけどね、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、コロナとかねいろいろ言われてたんですけども、もうなんかだいぶ、ね、そういうムードももうなくなりましたよね。マスクしてる人もほとんど見なくなったし、旅行とかねあちこち出かける人もだいぶまあ増えてきたかなという感じがします。今日もね結構あの新大阪駅人でごった返してる感じです。7時53分発新快速播州和光行きがやってきました。まずはこれによって愛用今へ、ね、向かっていきます。新大阪を出ると大阪に、ね、止まります。快速は営業最高時速が130キロ、特急列車顔負けの速度で、ね、この東海道山陽本線を爆走していけます。まあ、その速さゆえ特急キラーとか化け物新快速と言われてるんですけど、まあ、何回も言ってるんですけどね、やっぱり、ね、すごいなと思います。あっという間に三宮に到着。さあ、神戸を出ると東海道本線から山陽本線に入っていきます。最長の福岡線となっています。こんな感じで列車に追い抜きとか追い越しを、ね、見ることが多いです。左側の快速列車新快速が追い抜いてますね。
須磨を通過したあたりから左側に、ね、海が見えます。あの奥の方に見えるのが淡路島で、明石海峡橋もちょっと遠いんですけどね、見えます。姫路に到着しました。新快速姫路行きとか言ったらね、この駅で乗り換えが発生するんですけど、今乗っているのが新快速播州阿保駅なんで、このまま乗っていきます。愛媛駅まで万端線の103系ですね。あれも早めに乗っとかんと。新快速は基本的に12両編成ですよ。さっきの姫路駅で後ろ4両切り離しました。でまあ、化け物新快速って言われてるんですけど、姫路から先終点の播州阿保まで、ね、これ各駅に停まります。左側に見る大きい車両基地は阿保総合車両場、223系とか221系新快速でもう使われてる車両とか、ね、たくさん停まってるんですけれども、分かりやすいのが車体の所属表記のところに金星って書いてある車両が、ここ所属の車両になります。次は愛用に停まるんですけど、次の愛用駅で乗り換えます。この列車新快速播州阿保駅なんで、愛用駅から先阿保線に入ってきますよね。山陽本線をずっと通って岡山まで行きたいん でこの時期は、ね、18切符シーズン恒例の愛用ダッシュっていうのが、ね、見れると思います。なんでそんなのが発生するかということなんですけども、この列車に乗っている乗客のほとんどは、まあ、早く岡山方面に行けてるんですよね。阿保線ってでも一応あの岡山まで行けるんですけど、時間かかるんですよ。山陽本線の方が圧倒的に早いん でしかも乗り換えの接続時間がだいたい約1分、愛用から岡山からは、まあ、岡山地区の国電115系という車両が使われてるんですけど、まあ、ボックスシートが転換クロスシートの車両なんですよね。やっぱりあの座りたいじゃないですか、みんな。そうだからもう座席の争奪戦みたいになるんですよね。まあ、それがねまた見たいなというのがあるんですけど、まあ、とりあえず次の駅で乗り換えます。はい、じゃあ9時29分愛用に到着です。お早速愛用ダッシュですよ。これ9時32分発の山陽本線岡山行きの普通列車に乗っていきます。これよこれ、18キープシーズン恒例の、いやテンション上がるな。115系関西地区であんまりちょっと見えなくなりましたからね、こういう車両も。金赤、当然模覇車ですよ、乗るのは。今乗ってきた新快速はね、阿保線にそのまま入って播州阿保でね行きます。まあ、行きました。
あいよいよ出発したんですけども、車内思ったより空いてますね。18キロシーズンなんでもっと混んでるかと思ってたんですけど、まあ、あいよいダッシュで、ね、あんな感じです。さっき社長さんのアナウンスだったんですけど、今回7両編成の運行、この地域は大体4両編成の運行が多いんですけどね、これもやっぱり18キロシーズン夏の、ね、繁忙期ってことなので両数増やしてるってことだと思うんですけど、7両って長いですよね。やっぱりね、この115メートル鉄の MT-54 のバックモーターホン、ほんまにね、最高で、何回も乗ってるんですけどね、飽きないです。22年明けのうららがね、ついに営業運転を開始したわけで、岡山地区からもね、この真っ黄色の黒電がね、車両が消える未来も、その先は長くないですよね。乗れる機会がちょっとたくさん乗っておきたいです。
新幹線トンネルばっかりなんでね、こんな感じで景色あんまり楽しめないです。景色を楽しむなら山陽本線の断然いいです。はい、じゃあ10時38分、帝国通り終点の岡山に到着です。はい、じゃあ大阪を出発してから約2時間45分で岡山にねやってきました。そうですね、新幹線やったら1時間もかからずに50分で行けるんですけれども、2時間45分、まあ、自分としてはねすごい楽しめたんであっという間だったんですけど、普通の人からしたらまあちょっとね時間はかかるって、ね、思うかもしれないんですけども、今回青春18切符1回分のね2410円で、まあ、お得にね移動することができました。まあ、2時間45分やったらこの岡山に着いてから日帰りでね、まあ、旅行とかも全然ね楽しめると、もっと早い時間の列車に乗ればね行けるんで、まあ、この区間普通列車移動するの全然新幹線じゃなくてもおすすめかなと思います。やばいね、115系ね国鉄車両、なかなか乗れない車両なんでね、乗ることができてよかったです。はい、で今回は、新大阪から岡山へね、普通列車で移動してきましたということで、こんな感じで終わります。ありがとうございました。